ゼパちゃんが大炎上しててとんでもないことになってるんで、今回その件について取り扱っていきたいと思います。まあ、ゼパちゃんが何で荒れてるかというと、まあ、とあるツイートがすごいバズったんですね。ゼパちゃんと梅ちゃんのことを好きな男とは絶対かかりたくないみたいなツイートが4万5000いいねぐらいってすごい大荒れしたんですよ。で、そのツイートをゼパちゃんが引用して、じゃあかからなかったら良くないですかみたいな感じで引用ツイートしたことによってゼパちゃんも荒れると。なんで荒れたかというと、まあ、わざわざ触れんなよと、かかりたくないって言ってんだからかかりに行くなよなど、しょうもない内容で荒れていましたね。で、ゼパちゃん的には自分のリスナーがそういう風に悪く言われてるのは許せないという感じのポストもすごいしていて、その感じで今炎上しています。まあ、皆さんこの件についてどう思いますか？まあね、僕的にはちょっとやり方が下手だなと思いました。まあ、俺だったらそのバズってるツイートのリプに自分の YouTube のチャンネルとかもろもろ貼って宣伝します。そいつは嫌がってツイートを消すか非表示にするかみたいなことをすると思うんですよ。で、消したら消したら勝ちだし、消さなかったら自分の宣伝になるから勝ちだし、まあ、そういう感じでうまくエンターテインメント寄りに立ち回った方がいいんじゃないかなって思いました。みんなはこの件について